皆さん、こんにちは。今日は N4 の文法を勉強します。この3つの文法を勉強します。よろしくお願いします。では,は、初めに、これ。何々てくれてありがとう。これを勉強しましょう。では、この文を読んでください。宿題ですね。宿題を 手伝ってくれてありがとう。宿題を手伝ってくれてありがとう。ですね。宿題が分かりますか宿題はこれですね。うちで勉強します。は宿題ですね。はい。で今日の文法はこれですね。〜何々てくれてありがとう。これは誰か〜何々をしました。 で私は、あ、それはありがとうございます。というときに使いますね。はい。で、バーブ、テフォーム、プラス、くれてありがとうを使います。いいですかで、ポイントはこれです。宿題を手伝ってくれてありがとう。これができますね。でも、宿題を手伝ってありがとう。これはできません。 〜何々ありがとうのとき、いつもこの〜くれて、これが必要です。〜くれてありがとうと言ってください。いいですかはい。そしてもう一つ、手伝ってくれてありがとう。これは友達と話すとき、カジュアルな話のときに使います。 じゃあ、フォーマルな時はこの人は <laughs> フォーマルですね。こ,う <laughs> この時はちょっと長いですよ。ちょっと長いですけど手伝ってくださってありがとうございました。長いですね。<laughs> ちょっと敬語ですね。手伝っっててくださってありがとうございました。これを話します。くれますおくれての敬語はくださって。 ですね。はい、いいですか。ではえー、ちょっと練習しましょう。今この人はカジュアルに友達と話しています。例えば手伝うは手伝ってくれてありがとう。ですね。じゃあ来る。これはどう言いますか？来るのテフォームは来てですね。ほら。 来てくれてありがとうですね。来てくれてありがとうと言います。はい。これは分かりますか紹介する。紹介する紹介するは、この人は田中さんです。この人は佐藤さんです。あはじめまして。と。田中さんと佐藤さんを紹介します。introduce ですね。はい。 Introduce は紹介するですね。だから紹介してくれてありがとうですね。紹介する、するの手フォームはしてですよね。紹介してくれてありがとういいですかじゃあ次です。これはフォーマルな時ですね。敬語のバージョンです。じゃあこれも練習してみましょう。手伝う手伝 てくださってありがとうございました。長いですね。手伝ってくださってありがとうございました。ですね。はい、じゃあ教える。これも敬語でどう言いますか？教えてくださってありがとうございました。ですね。教えてくださってありがとうございました。 はいじゃあもう一つ「招待する」これはどうですかさっきのあのカジュアルな方は紹介するでした、ね「紹介する」でしたね。「紹介する」はイントロデュースですよね。「招待する」は何ですか?「招待する」は「インバイト」です。Invite「パーティーに招待します」とか。いいですかで「招待してくださってありがとうございました」ですね。 はいじゃあ、えー、今日この「カジュアル」と「フォーマル」がありますけど今日はカジュアルな方を練習しましょう。では例文です。これさっきの文ですね。宿宿題題をを手手伝伝っっててててくくれれあありりががととううこれはこの緑の T シャツの男の子が話していますね。はあ「宿題を手伝ってくれてありがとう」。 じゃあ次です。これは読めますか面白い動画ですね。面白い動画をシェアしてくれてありがとう。ですね。動画はあの YouTube の動画とかですね。それがビデオが動画ですで。日本語でもカタカナでシェアするということができます。だから面白い動画をシェアしてくれてありがとうですね。 多分この人は友達がソーシャルメディアで動画をシェアしてその動画は面白いですね。多分この動画は面白いです。はい。じゃあもう一つ見てみましょう。クラブハウスに招待してくれてありがとう。<laughs> これ、招待は覚えてますか招待は invite ですね。はい。 でクラブハウスに招待してくれてありがとう、はい。今はこのビデオは2021年の2月に作っています。で今日本でクラブハウスが超人気です。<laughs> みんな今クラブハウスの話をしています。だからこのクラブハウスに招待してくれてありがとうを今ソーシャルメディアでよく見ます。<laughs> はい、すクラブハウスに

私はライブレッスンの時にみんなからもらったみんなが書いてくれた文をここに書いてみますね。はい。PS5 を買ってくれてありがとう。すごいですね。すごいプレゼントですね。あと、プリンターを直してくれてありがとう。いいですね。プリンターを直してくれてありがとう。あと、えっ、ー、と、嵐 はい、嵐のことを教えてくれてありがとう、はい。じゃあちょっと一緒に見てみましょう。PS5 を買ってくれてありがとう。これはいいですね。誰かは PS5 を買ってくれました。だからありがとうございます。ですね。あとプリンターを直してくれてありがとう。 これ、プリンターはあのパソコンのプリンターですね。直しますは分かりますかプリンターを直します。直しますは、プリンターが壊れました。その後、プリンターを直します。フィックスですね。はい。と、嵐のことを教えてくれてありがとう。嵐知ってますか嵐は日本のとても人気の アイドルのグループ男の子のアイドルのグループですねはい、あの去年の12月に1回休みになったので今は嵐のグループのコンサートはありませんけどでも今もとても人気のグループですはいいいですかでは、えー、これは大丈夫ですかねここでレビュークイズをやってみましょうケーキを ありがとう。はい、これ1234どれを使いますか？ケーキを。ありがとう。いいですか？<laughs> 答えは3です。作ってくれてありがとうですね。そのバーブテフォームプラスくれてありがとうですよね。はい、大丈夫ですか？ この文法「〜てくれてありがとう」はとてもよく使いますからこれはマスターしてください。はいでは次の文法に行きましょう。何々てしまうですねではこの文を読んでください。スマホが壊れてですね。スマホが壊れてしまいました。 はい、スマホが壊れてしまいました。大変ですね。壊れますわ。まあこれ、<laughs> これですね。この broken ですね。あの壊れました。もうスマホが使えませんで。スマホが壊れます。で、この最後の何々てしまいました。ここが今日の文法ですね。何々てしまうですね。 でこれは2つ意味があります1つ目の意味は「〜何々が終わりました」の意味です。でもう一つの意味は「〜何々したくなかったけどしました」。で「あ残念」「あ悲しい」という時に使います。いいですかで「1」も「2」もこの「テフォーム」プラス「しまう」のルールは同じです。1も2も バーブテフォームプラスしまうを使います。で、今日はこの二をします。あの一も二も文法のルールは同じですけど、今日はこの二を練習しますね。はい、じゃあ、ちょっと一緒に練習してみましょう。例えば、スマホが壊れる。はスマホが壊れてしまいました。 スマホが壊れますはとても悲しいショックなことですよねだからこの停止まいましたを使いますスマホが壊れてしまいましたはいじゃあこれはどうですか風邪をひく風邪をひくはあの頭が痛いですとか, <laughs> とか鼻が出ますそれは風邪をひくですよねじゃあこれは風邪を ひいてしまいました。風邪をひいてしまいました。いいですかはい。じゃあ、彼女と喧嘩する。彼女はガールフレンドですね。喧嘩する喧嘩するはあのファイトですね。でもあの、このフィジカルなファイトじゃなくて、あの話しますのファイトですね、多分彼女と喧嘩する。いや彼女と喧嘩 してしまいました。彼女と喧嘩してしまいました。ですね。はい、じゃあ、これは家の鍵をなくす。鍵はあの家のドアの鍵ですね。なくすはあれありません。どこですか？私の鍵はどこですか？これはなくすですね。家の鍵を。なくしてしまいました。 家の鍵をなくしてしまいました。はいじゃあ次です。<laughs> 前の彼氏にする。彼氏はボーイフレンドですね。で前の彼氏は前の彼氏だから X ですね。X ボーイフレンド。LINE するは分かりますか ?LINE は日本でとても人気の,あのテキストメッセージのアプリです。ですね。 はい。<laughs> だから、前の彼氏に LINE してしまいました。ですね。が、前の彼氏に LINE してしまいました。ですね。はい。じゃあ次です。これも便利な <laughs> 言い方ですね。パスワードを忘れる。パスワードはあれですね。あのインターネットでログインするときのパスワードですね。パスワードを 忘れてしまいましたですね。はい、パスワードを忘れてしまいました。じゃあ、最後です。コーヒーをこぼす。こぼすはわかりますか？こぼすは、そのコーヒーのカップがあります。そこからコーヒーが、あ、トクトクトクトと、カップから出ます。それはこぼすですね。よく机の上でコーヒーを置いて、コーヒーをこぼします。 コーヒーヒをこぼしてしてまいましたいいですか本当にこの「何々てしまいますは」はとても便利な文法だと思うのでこうやっていろんな時に使えますから使ってみてくださいはい。では例文を見てみましょう。 これはさっきの文ですね。スマホが壊れてしまいました。スマホが壊れますはショックで悲しいですから、この〜何々てしまいましたを使いますね。では次です。これはどうですか飲みすぎて電車の中で寝てしまいました。 はい、これわかりますかみんなもしたことがありますか <laughs> いっぱい飲んで、その後で帰るとき電車の中で寝てしまいました。ですね。はい、これはどんな人でしょうかこれは大変ですね。<laughs> でも時々東京の電車で本当にこのタイプの人がいますね。危ないですね。<laughs> はい、じゃあ次です。 怪怪我我をしてししてまままいました怪我わかりますかりす怪我はあのこう何か怪我をします。injury ですね。injured。それは怪我をします。じゃあこの人はどんなシーンで怪我をしなんでしょうか。あれですね。<laughs> これは私ですね。<laughs> VR で遊ぶ時気をつけてください。 この人は怪我をしてしまいました。で、怪我はあの怪我になるじゃなくて怪我をすると言います。ですね。これ怪我をしてしまいました。<laughs> いいですか？はい。ではこれも文を作ってみましょう。何々何々てしまいました。悲しいです。<laughs> はい。 これはどんな文が作れますかえー、何々てしまいましたの文ですねはいじゃあみんなちょっと考えてみてくださいねはい彼氏の誕生日を忘れてしまいましたしまいましたはいいいですね彼氏の誕生日を忘れてしまいました あとは、えーと、パソコンを落としてしまいました。パソコンを落としてしまいました。いいですね。はい、あと、えー、植物。植物わかりますか枯れて、えー、しまいました。はい じゃあちょっと一つずつずチェックしますねえ彼氏の誕生日を忘れてししままいました <laughs> 彼氏はさっきもありましたね。ボーイフレンドですね。の誕生日を忘れてしまいました。大変。<laughs> とパソコンを落としてしまいました。落とすはこう上からですね落とします。パソコンを落としてしまいました。これも怖いですね。気をつけてください。 あと植物が枯れてししままいました植物はあのこういう木木ですね木とか花その緑のものが植物です。で枯れる枯れるというのは植物が元気がなくなって死ぬという意味です。その時に植物が枯れると言います。はいいいですかじゃあこれも大丈夫ですね。皆さん使ってみてくださいね。 じゃあこれもレビュークイズをしてみましょう。何々,々しまいました。これはどれを使いますか。1、2、3、4、何々,々しまいました。はい、じゃあ答えを言っていいですか。<laughs> 答えは1です。風邪をひいてしまいました。手フォームを使いますよね。で、このしまいましたの時は、 動詞バーブだけ使いますだからこの四は痛くてしまいました痛いはあの形容詞アジェクティブですねだからここで使うことができません動詞バーブだけ使いますいいですかはいでは最後の文法に行きましょう最後の文法は何々バだけですバいいですか <laughs> はい、じゃあ今2人の人が話しています。で、まず1人の人が猫と遊びたいんです。うん,うんうん。猫カフェに行けば猫と遊べますよ。猫と遊びたいんです。猫カフェに行けば猫と遊べますよ。猫カフェに行ったことがありますか？猫カフェ分かりますか？ これですね。これが猫カフェですね。<laughs> 東京でとても人気ですねあの。コーヒーを飲んで猫と遊びますね。はい、じゃあこの場ですね。これが今日の文法です。A、ば B ですね。で、まあ、これも IF です。 A をしたら B になります。という時ですね。で、ここにあのポイントがありますけど、よくあのいいことに使います。この今日の場の時ですね。この場の時はよくいいことに使います。で、これはバーブの場バ,バフォームですね。この場の形を使うんですけど、この場の形ちょっと練習しましょう。例えば猫カフェに行く。 これは猫カフェに行けばでしたね。はい、猫カフェに行けば。じゃあこれはどうですか。本を読む。このばはどうなりますか。本を読読めばですね。本を読めばになります。はい。じゃあこれも同じですね。薬を飲む。 む、だから読むと同じルールですね。薬を飲めばですね。薬を飲めば。薬はわかりますか。薬はあの風邪の時に薬を飲みます。頭が痛い時に薬を飲みます。ですね。その薬ですね。はい。じゃあポッドキャストを聞く。ポッドキャストを。聞けばですね。 こポッドキャストを聞けばになります。はい。これちょっと難しいですね。来る。うちに来る。うちに来れば。ですね。これ、来ればになります。うちに来れば。はい。じゃあ、これ、するですね。運動する。これはどうでしょう。運動する。運動すればですね。運動すれば。 はい。じゃあえ、招待しない。招待、また来ました。招待、覚えてますか招待は、クラブハウスですね。インバイトです。はい、でこの,あの場のはあは、あのない、ネガティブも使うことができます。招待しない、招待しなければになります。はい、じゃあ、もう一つ。ないですね。連れてこない。 これはどうなりますか。この招待しないと同じルールですね。連れて来なければですね。ないはなければになりますから、連れてこなければですね。いいですか。はい、では例文を見てみましょう。例えば、これさっきの文ですね。猫と遊びたいんです。猫カフェに行けば猫と遊べますよ。 うんですね。猫と遊びたいんです。猫カフェに行けば猫と遊べますよ。大丈夫ですかはい。じゃあ次の人です。日本語を勉強したいんです。うーん。これはみんなどんなアドバイスがありますかこれはいいアドバイスがありますよ。<laughs> あこ、はい、さんの YouTube を見れば勉強できますよ。そうですね。これはいいアドバイス。あこさんの YouTube を見れば勉強できますよ。ですね。はい。じゃあもう一つです。古いゲームが欲しいけど、もう売っていないんです。うーん。メルカリで探せば見つかると思います。 メルカリで探せば見つかると思います。メルカリ知っていますかメルカリは日本でとても人気のアプリです。そのアプリを使ってなんか私のものを売ることができます。例えば私の iPhone はとても古いですから古い古くて私は今新しい iPhone がありますからこの古い iPhone をメルカリで売ります。 で、そのアプリで売る人と買う人が会うことができます。これがメルカリのアプリです。よかったらみんなチェックしてください。とても便利な <laughs> アプリです。<laughs> はいで。この友達が言っているのは、古いゲームが欲しいけど、もう売っていないんです。あメルカリで探せば見つかると思います。いいですかはい。 では文を作ってみましょう。これみんな何かアドバイスをお願いします。これはじゃあ私ですね。英語が上手になりたいんです。これ私です。英語が上手になりたいんです。はい。みんなどんなアドバイスがありますか。じゃあこれもちょっとあのライブレッスンの時にみんなからもらったアドバイスを書きますね。えっ、ー、とあそうそうそう。スマホの 設定を英語にすれば、英語を、えっ、ー、とー、はい、スマホの設定を英語にすれば、勉強になりますよ。はい。あとは、えー、ハロートークで、英語で日、日記を日記、 を書けば日記を書けば、えー、他の人 <laughs> が直してくれるよ。はいあともう一つ、えー、英語の映画です、ね、を見れば、えー、英語が上手になるよ。はい ちょっといいっっぱいありましたよ。<laughs> ちょっと一つずつ見てみましょう。スマホの設定を英語ににすすれば勉強になりますよ。設定はセッ,ティングセッティングですね。だから今私のスマホの設定は日本語ですけどもしそれを英語にすれば勉強になりますよ。うんそうですね。毎日スマホを見ますからもし毎日スマホが英語だったらいいかもしれませんね。 と「ハロートーク」で英語で日記を書けば他の人が直してくれるよ。ね、日記はあの例えば私は今日友達と話しましたケーキを食べましたとかその毎日のことを書くのが日記ですねで。英語で日記を書けば他の人が直してくれるよ。いいですね。「直します」は「コレクト」ですね。 私は英語で日記を書いて多分他のユーザーは私の英語をチェックしてくれます。すごいですね。はい。じゃあもう一つ。英語の映画を見れば英語が上手になるよ。うん。これはそうですね。英語の映画を見るのはいいアイデアですよね。はい。いっぱいありがとうございます。みんな <laughs> いいアドバイスをありがとうございます。 では、これも最後のレビュークイズをしてみましょう。はい。スタバにこのコーヒーが買えます。スタバはスターバックスですね。はい。スタバにこのコーヒーが買えます。これ本当に文法のクイズですね。場はどれでしょうか。答えは4です。スタバに行けばですね。 はい、場の時この U バーブは行けば、えーになりますね。スタバに行けばこのコーヒーが買えます。はいでは今日のレッスンはこれで終わりです。えー、皆さん今日もありがとうございました。